ディストリクト線中心駅のアールズコート駅エッジウェア、ロード支線のパディントン駅、サークル線と線路、ホームを共有し、同じホームに発着する。イーリングコモン駅は、ディストリクト線とピカデリー線が同じホームに発着する唯一の駅である。ディストリクト線は、ロンドン地下鉄の路線の一つである。地下鉄路線図の案内上では緑色に着色されている。 全長6 4トルで60の駅があり、うち25の駅が地下駅である。表層から浅い部分を走る路線で、ロンドンの中心部の地下を通過する。1年で約1億7287万9万九千人もの乗客が利用し、ロンドン地下鉄の路線の中では最も利用客の多い路線、ロンドンの交通ネットワーク全体では4番目に利用客の多い路線である。 ディストリクト線は長い歴史を持つ。この路線はメトロポリタンディストリクト鉄道によって建設され、1868年に開業した。後に MDR はチャールズ・エアーキスというアメリカ人に購入され、1930年代に国有化されるまでの間、地下鉄グループの一部を構成した。ディストリクト線は アックスブリッジ駅とハウンズルをウェスト駅までの間についても支線を有していたが、これらは両方とも現在はピカデリー線に組み込まれている。東方面の路線は1910年6月1日からエセックスの海沿いの町であるサウスエンド・オンシーまで運転するようになる。1911年にはその先の EN ・シュベリーニスまで延伸され、 1939年9月30日まで運行された。また、1883年3月1日から1885年9月30日の間は、イーリングブロードウェイ駅からグレートウェスタン本線に直通運転し、ウィンザーまで運転されていた。上を西側、下を東側として表記する。ディストリクト線では全列車が S7 型で運転されており、 サークル線及びハマースミスシティ線と共通運用となっている。かつては D78K 及び C69C77 型が用いられていたが、それぞれ2017年と2014年に全廃された。ハイストリートケンジントン駅からエッジウェア、ロード駅までの間の駅は、プラットホームの長さが短いため、最後部の車両でドアカットが行われる。 日中時間帯のディストリクト線の運行系統は以下の通り。なお、本数は1時間あたりのもの。C2C もまた、アップミンスター駅、バーキング駅、ウエストハム駅、フェンチャーチストリート駅の間を結んでいる。オイスターカードならば、C2C のルートも利用可能である。また、サウスウエストトレインズは、ウィンブルドン支線のイーストプットニー駅とウィンブルドン駅の間に、 本来走行する線路に工事か問題があった際に列車を走らせることがある。BBC の連続テレビドラマ、イーステンダースに登場する架空の駅である、ウォルフォードイースト駅はディストリクト線にあることになっている。撮影では、ブロムリーバイボー駅が用いられている。ありがとうございます。